皆さんこんにちは、リノアです。本日は前回のメトロイドドレッドの続きやっていきたいなと思います。前回はですね、カタリスとかいろんなアルタリアの方でも違う方面にいたんですけれども、スクリューアタックがあったところに戻ってまいりまして、今ですねここからバルエニアに向かおうとしているところでございます。で、よいしょ、ここに一つね、あのアイテムがあったんですけど、これは一つね、ルートを取りました。で、ここからはルエニアに向かっていきます。でですね、言って申し訳ないことがありまして、この次のセーブポイントまで実は行ってしまってまして、その後ボスというか敵が出てくるんですけど、そこを少し見てしまったところで、ちょっとやり直しを今かけたところなんですね。で、ここのセーブポイントまでさっきうっかり来てしまったというか、進んでしまったことをお詫びしたいなと思います。で、このここからですね、やっていきます。で、別のデータでも一応予備データがあるんですけど、そっちを使ってなかったんでちょっと申し訳ないんですけど、この先にここから敵が出てくることをさっきちょっとこのデータで確認して、ちょっと練習して今リロードしてもう一回やり直しという感じです。なのでちょっとここの感動が薄いんですけど、ここすぐ敵出てきます。で、例の私の苦手な敵が出てきますので、お付き合いください。できればね、1体ずつ倒したいなと思うんですけど、まあ運よく綺麗に2体倒せればなおよしという感じで、で、スクリューアタックはですね効かなかったです。どういう動きかね、この、まあ、トロイド本当に難しくて今回。あ、よかった。まあ、難しい。ハードモードっていうのがあるらしいんですけど、私絶対できないと。あ、倒せた。よかった。さすがにちょっとだけ練習させていただいたので、大丈夫でした。よかったです。で、なんか上があるね。うん、普通にミサイル出てきた。こんだけ？こんだけ？はーい。倒せてよかった。もっと長期戦になるかなと思ってあれだったんだけど。おい。さあどうだ。この先はまだ本当に未知なる領域でございます。こっちってなんかアイテムあったか？大丈夫かな？まああったとしてもね、別の動画の方でね、撮れたら撮りたいなと思うんですけど、難しい部分はちょっと私とてもね、苦手な方法で撮る部分が多かったので、なるべく練習して撮れたらいいなとは思うんですけど、動画が上がってこなかったら、あ、やんなかったのかなとなるべくコンプリートはねしたいなとは思うんですけど、結構時間がかかるかなと思うので、そこはご了承ください。
まりね、この動画の攻略を頼りにしてる人はいないかなと思うんですけど。はい、ということで、本日はガボランに移動してまいりました。これ取れるね。あ、これあれか。なんか爆弾がないとダメなのか。あれか。あれだ。あれしか言ってね。ここもね、難しいらしい。イメージ的にはフラッシュシフトでピャッピャッと来て、走ってるやつなんだっけ。スピードブースターか。スピードブースターで走って、光ってシャインスパークになって丸まって、多分ここをね、ビュービュービューって行くと、取れるっていうやつなんだろうな、これな。で、こっちでいいんだろうね、多分ね。完全に初かな。はじめましてのエリア。よいしょ、取れた。取れたけど、どうやって戻るんだっけ、これ。どこだ私。こっか。そこオフか。さっきのとこ戻れるんかな。ああ、こっちに戻ってきちゃった。アイテムに釣られてきちゃったけど、ああ戻ってこれた。よかったよかったよかった、戻ってこれた。あーあれー、ゼロ距離さんだった。この間気づいたんだけど、こいつなんか簡単な倒し方があった気がするんだよね。めっちゃ倒すの下手じゃん、どうしよう。タックルしてしもった。え、こないだなんだっけな。なんかね、もっと簡単な倒し方あった気がするんだけど。まあいいか。もう一回やりだす。ボンミスじゃダメなのね。これだ。え、これさ、当たっちゃうよ。え？
んかやり方が良くない？これ。これはあれかね。何かがあるな。あー、これっぽいな。じゃないと無理っぽいよね。おお、エネルギーパーツがあった。やった、100増えた。やった、元に戻った。嬉しい。でもこっちじゃないの？やっぱりここなの？あいつ倒せる？ちょっと待ってね、一回セーブします。あいつなんだよ。わしのなんだ、やり方が良くないのか。今んとここいつだよね。でもね、えいえい、違うのかな。こんなに死ぬ気で戦うものか、こいつと。確実に一発は当たってるけど。あ、倒せた。こんな戦い方でいいのかな。こんな戦い方でいいのか？いいのか？なんだろう、下もあるけど。うわお。何？お？うわあ、でっかいの出てきた。あのタイミングか。命令かね。なんか後ろが狙えるな。後ろ狙えばいいのかな。なんかどんどん大きくなってる。やべえ、はまった。なんだなんだ、怖い怖い。何あの青い紫のやつ。あー痛ーい。めっちゃ難しい。なんだこりゃ。後ろでいいの？メレーカウンターなの？どっちなの？後ろでいいのかな。こっちって何があるの？あ、いけないんだ。はあ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 、なるほどなるほどなるほど。ちょ待って、命令カウンター一回やらせてもらおう。命令じゃないと見た。やっぱり後ろっぽい。
方が早い。動き早いし痛いし、なんだこいつ。痛いよ。何、あーなるほど。しゃがんだりしなきゃいけないの。難しい。なんだこいつ。またしても積んでしまいそう。セーブポイント近いのが幸いだね。メトロイドはそんなにね、甘くないよね。早いな動きが。この間に痛い。ぐるぐるできない。なんとなくあんな感じかな。玉が出てきたら縦横線くる感じだね。強いね。ご利用せないね。ちゃんと避けましょうのパターンね。まあ、練習ですよ何事も。何のゲームでもね、しないと。当たるんかい。やば、やば、はまった。むずい。へったくそだね今回も。この人なんて言うんだろう。難しい。あれ、こっち来ないね。ここから。反対側。
に逃げればいいのかな。やべ、めっちゃ食らった。逃げたらあんまり怖くないかもね。やべ、またやま、やべ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 。やだ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 ーと。おーいしょー。やったー。なに？嘘？まだなの？来ないでください。 OK？ あぶなかったー。やったー、クロスボムゲット。設置した場所から上下左右に爆発が広がる強力な爆弾、モーフボール状態で R をホールドし、Y を押して設置。モーフボールで R を押して設置。今持ってないよってことかな。一刻も早くセーブして。これのこと？あはは。うん。それでこうやっていくんだ。はあはあ、なるほどね。はい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 。ここなんかあるんだ、アイテム。しかも、向こう側になんかあるね。これ下手くそだな。ちょっと待って、この爆発に乗っていくと。こういうことだ。待って、どこだ？ちょっと待ってな。これが、スクリアタックブロックで、あっちに行けるっぽいけれど、待って、これあれかな？エレベーターの場所だよね。シャトルがあるとこだ。
パン。これがね、下手なんだよね。これが結構、今回のその、隠れたアイテムの取る、やり方なんだよね。スピードブースター。お!ハヌビアだって。ハヌビアに行くよ。いや、もうなんか、なんつうんですかね、あの、敵は。紫の線を反対側で普通に避けられたんで、あれでよかったんだろうか。もっと上手に避けられたんだろうか。ハヌビアにやってまいりました。わあ、もうすでに戦っている嫌な予感。こっちから来たね。あ、なんだ、怖いよ。そうだよね、回復させてもいただかないとね。ありがたき。ミサイルの方だった。あ、よかったー。このハヌビアは惑星表面にある。ついにここまで上がってきたな。しかし問題がある。 X ものともレイヴンビークをこの惑星ごと葬りされるとは考えにくい。危険を察知すれば奴は当然脱出を試みる。レイヴンビークは銀河の平和を脅かす存在になると考えるべきだ。そしてやつはメトロイド DNA を諦めることはないはずだ。極めて分は悪いがここで決着をつけるべきなのかもしれない。やつの居場所は調査しておく。後ほどここに立ち寄りたまえ。忘れるんだよね。これで進めねえなってなってさ、ここに戻ってくることを忘れてしまう。これが困るんですよね。みんなね、このハヌビアのここに、困ったら戻ってくるということを忘れないためにピンクをつけておこうかな。ということでですね、今日は超人兵さんとさっきのあのボスを倒したところで、一度キリがいいのでここまでにしておきたいなと思います。ちょうど動画も30分ぐらいになるので一度ここで、切りたいなと思います。で、今回ね、次からかハヌビアというねエリアに来まして、いよいよ、クリア目前なのではないかと思うんですけれども、果たしてこのヘッポコバウンティーハンターリノアは、無事にクリアできるのかというのをですね、ぜひ見届けていただけたらと思います。下手くそなりに頑張っておりますので、この動画良かったなと思った方、高評価と、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いいたします。11月もね、もう終わりになってまいりまして、いよいよ12月になってきます。皆さんね、お体に気をつけて、お仕事ね頑張って、お掃除などもねやりつつ、年賀状の準備などしつつ、元気に頑張っていきましょう。ということで本日の動画でした。サムスとりあえず回復したいよ。バイバーイ。